よろしく、メカドックは、自原隆二による日本の漫画及びテレビアニメ作品。それまでのスーパーカーや、高等無形な設定のレースものとは違い、国産車のチューニングを扱った草分け的な作品である。作中では、チューニングのほか連載当時研究、開発されていた自動車の最新技術についても取り上げており、シリーズ中盤からはその先端技術を導入した車種も、 登場している。読み切りとして2本発表後、週刊少年ジャンプ1982年44号から1985年13号に連載された。ただし、人気の低迷から1984年31号で一旦連載が中断し、テレビアニメ化決定後、パート2として同年39号より再開された。単行本は全12巻。 連載前の読み切りは短編集 F-1 クラブに掲載された。ストーリーは大きく分けて4つの大きなイベントと、その間をつなぐ細かいエピソードから成り立っている。連載当初は当時市販されていたスポーツモデルや旧車等実車をメインとしたレースが中心となっていたが、連載中断、再開後はオリジナルマシンでのレースがメインとなり、実車の登場は少なくなっていった。 東京にあるチューニングショップメカドックに勤める主人公、風見淳。当初は店に出入りする常連客の求めに応じ様々なチューニングを行っていたが、自分が手掛けた車を走らせているうちに、他のチューニングショップとの関わりが生まれ、多くのレースに参戦することになる。登場人物の名前の由来については一部を除き、ジャンプコミックスの描き下ろしページに記載されている。 ここではメカドック所有の車両とレースに登場した主要車種を紹介する。1984年9月1日から1985年3月30日までフジテレビ土曜日18時30分19時の枠で放送された全30話。制作はタツノコプロ。原作の東日本サーキット GP 編までアニメ化されている。 富士テレビの土曜夕方6時台後半は、この作品から、同時ネット局の一部を除き、ローカルセールス枠に格下げされたため、遅れネットとなったり、放送しなかった、系列局も、少なくない。また、石川テレビや山陰中央テレビのように、本放送終了から数年経過して放送した、つぼねもあった。アニメでは舞台を横浜とし改造バスで、流しのチューニングショップ。 メカドックを営んでいた風見たちが、消灯坊主の紹介で、喫茶店、パドックのマスターと孫娘に出会い、店の用地とバスを交換し、バスを移動喫茶店の申請、パドック、旧パドックの土地をメカドック店舗とするところから始まる。他にも、聖三郎や優が所属する警察組織を横浜市警としたり、マスコット的車両として、 チューニングを施したピンク色のスワル360を登場させるなどの変更点がある。また、当時は自動車業界がハイパワー競争時代に突入し、原作で登場した車がアニメ放映の頃にはマイナーチェンジによりさらなるハイパーーカがなされ、原作ではノンターボだったスカイラインやピアッツァがアニメではターボ搭載のバージョンとして登場している。なお、車両音には 有名チューニングショップの協力により実際に車から採取した音声を使用している。また、物語の柱となる3つのレースの実況アナウンサー役には橋本哲也を起用した。当初、チーフディレクターはサダミツシンナリが予定されていたが、アニメ映画バースの制作が遅れたためサダミツが交番、上田秀で人が担当することになったという裏話がある。 2003年12月21日に、ジェネオンエンタテインメントより、全話収録の DVD ボックスが発売された。2006年7月18日から、優先グループのギャオにて、同年10月4日から、ヤフージャパンのヤフー動画で、全話無料配信された。また、同じく2006年10月より、クスマンド21において全話が放送された。 2012年8月20日よりニコニコ動画のタツノコプロ公式チャンネルタツノコ劇場において公式配信が行われている。一度に5話ずつ配信され公開から1週間は無料以後は有料となる。2013年7月26日にブルーレイボックスが発売された。放送日時はテレビ山梨、山陽放送以外は1985年2月。 時点、放送系列は放送当時のものとする。アニメ放送以前は、東京丸より原作に準じた形で、メカドックセリカ XX、渡辺スーパー Z、ショートウォーズセリカ等の1、24、スケールカーモデルキットが発売されていた。アニメ本放送時に、今井とアリー、LS の3社がカーモデルキットのシリーズを共同展開した。塗装などの指定は、 アニメ版に準じていたが、パッケージでは、原作の絵が使用されていた。同梱されていたリーフレットでは、アニメ版の展開を示唆した記事を掲載していた。スケールは1、24を中心として1、20の他にもプルパック全枚式の1、32と、それより小さいスケールも発売されていた。また、1、24と1、20スケールには、登場人物のフィギュアが付属していた。 本作の模型展開は、ガンプラのヒットに橋を発したキャラクターモデルの流星を取り込む形で、スケールモデルを展開した例の一つと言える。ナオコの三者による共同での模型展開は、同じ1984年に、タツノコプロ制作の超軸機段サザンクロスや、国際映画社制作の超高速ガルビオンでも行われ、 アリーを除いた2社での模型展開作品としては1983年にタツノコプロが制作した気候創世記もスピーダが存在する。これらの共同展開の先駆けは、今井とアリーが模型化に携わり、ポストガンプラとしてヒットを記録した1982年のタツノコプロ制作作品、長時空要塞マクロスで、そこからのつながりが蒸気作品の模型化に発展し、 その実績によってアニメ化に再資産者による模型化が実現した。アニメ版の DVD 発売やネット配信開始と前後して士見模型が原作準拠でカーモデルキットを発売しているが、こちらは登場時の車両とは同一車種であるものの仕様が異なる部分がある。2017年1月にセリカ XX とピアッツァが3月には、 渡辺スーパー Z と小町のヨタチが5月には、ハイギャード MR2 が再発売され、そして、同5月には、セリカ XX アニメバージョンのレッドが新発売された。2012年12月からは、ハイストーリーブランドで1、43スケールのレジンミニカーが登場しており、原作漫画に準じたカラーで製品化されている。 2013年7月にはサークル計算クス限定で164スケールのミニカーが登場したが、いずれも既存シリーズの流用品であり、作中におけるエアロパーツなどはオミットされている。また、埼玉県川口市には本作から名前を取ったチューニングショップメカドックがある。オプションに2 0 0 5年11月号の掲載記事によると、本作に浸水し、店名。 ロゴの使用許可を得たとのこと。2015年7月31日から9月15日まで、ソーシャルゲーム、ドリフトスピリッツと期間限定でコラボレーションイベントを行った。2016年10月、ホンダ技研工業の公式ホームページにて特別編となる STEP WGN モデューロ X 編が公開された。ホンダの広報担当者が本作の大ファンで、 彼の原案ネームをベースに、ジハラがオールカラーで作画している。ありがとうございます。